小なりジャニーズ会見大なり、エムステ、ニダ S 賞一ら出演しないのは、忖度か元キンプリヘイヤー仕らへの対応についても東山則り名言、必要ないと思います。小ジャニー北川氏の性加害問題をめぐりジャニーズ事務所が9月7日、都内にて会見を実施し、辞任する藤島樹ー慶子前社長、東山則り新社長、 株式会社ジャニーズアイランド代表取締役社長の井ノ原義彦らが出席。事務所がテレビ局に与えている圧力について説明した。菱形ジャニーズから M ステへの圧力問題、忖度は必要ないと思います。質疑応答では、 テレビ朝日系音楽番組、ミュージックステーション、毎週金曜夜9時から、について、同事務所からの圧力があるため、男性アイドルとしての競合に当たるダイス、上一、イニー、ビー、ファースト、過去にはドパムップやワインズラが出演できなかった事例を列挙。 それに加え、元所属タレントについて元スマップへの稲垣五郎草薙強しか取慎吾による新しい地図が地上波に復帰するまで時間がかかったこと、キング、リンチオ脱退嫉妬、トーベー、飛べ、移籍した平野志洋や神宮寺由太、イムップ今後の地上波出演の有無などを挙げこうした忖度はまだ続いた方が良いと考えますでしょうかと、東山へ投げかけ投げかけ、 記者は、そういったテレビ局のことを、戦争が終わったことを知らずに、ジャングルから出てこられない、と比喩し、新社長に就任する東山の言葉がないと、忖度の停止に踏み切れないのではないかと推測した上で、改めて今後忖度しないことを明言してほしいと求めた。この問いかけを受け、忖度について東山は、必要ないと思います、と述べ、ファンの人たちがいてこそなので、 これは、忖度とかそういうの関係なく公平に行くべきだなと思っています。と、今後の体制について説明した。一方で井ノ原は、社長という立場に就任してから、なんでこうなのと過去の体制について疑問に思うことが多々あると挙げつつジャニーさん、メリーさんがこう言って、宝っていうちょっと昔のタイプのスタッフがいたのも事実です。と現状を、報告。 その上で、忖度をなくすことを宣言したと言っても、すぐに実現することは難しいのではないかと明かし、それだけ忖度って日本にはびこっているから、それをなくすのは大変です。一緒に考えていく問題でもあると思います、と伝えていた。 また、藤島氏がメディアコントロールについて問われた場面では、コメリー北川氏が他のグループの出演を止めるようしていたことを見聞きしたことの有無はありません、と否定。そして、タレントの努力なんじゃないでしょうか、と圧力の存在を否定し、過去は男性アイドルがすごく少なかった時からやらせていただいていたことも大きいのかもしれません、とした上で、メリーが誰々を出すな。 といった話を私が直接聞いたということはありません、と述べていた。菱形ジャニーズ事務所が会見。8月29日、事務所が新たに設置した外部専門家による再発防止特別チームが調査報告書を公表し、ジャニー氏のジャニーズ JR に対する性加害問題が事実だと認められたことを明らかにした。これについて会見冒頭。 藤島市、東山新社長が謝罪。東山市は被害者の保障について、真摯に向き合って誠実に対応させていただければ、と意見を表明。そして、新たな事務所を作る取り組みとして、外部からのコンプライアンスオフィサーを設置し、人権侵害防止のための整備することを考えていると明かした。岸型ジャニーズ性加害問題。 ジャニーズ事務所は5月14日、元ジャニーズ JR で歌手のカウアン・岡本氏がジャニー氏からの性加害を訴えていたことを受け、当社創業者であるコジャニー北側による性加害問題につき、大きな失望とご不安を与えてしまい、心よりお詫び申し上げます。と謝罪。ジュリー氏による動画と文章を公開した。そして26日には、書面にて、 心のケア相談窓口の開設外部専門家による再発防止特別チームの設置、社外取締役の3つの対策を発表。6月12日には事務所が新たに設置した外部専門家による再発防止特別チームが会見を行い、その後8月29日に特別チームが調査報告書を公表。 ジャニー氏のジャニーズ JR に対する性加害問題が事実だと認められたことを明らかにし、再発防止策として代表取締役社長である藤島ジュリー系社長の辞任を提言していた。モデルプリス編集部、ノットスポンソード記事、モデルプリス。